アーバーダーン包囲戦は、イラン・イラク戦争中、フーゼスターン州に侵攻したイラク軍による戦闘である。イランに侵攻したイラク軍にとりフーゼスターン州の交通の要衝アーバーダーンの占領は重要な事項であった。当時、平時のイランの石油生産の2、3を算出し、イラン経済にとって最重要拠点であった。それだけに、イラク側は攻略、そしてイラン側は、 死守するだけの価値があり、革命防衛隊は優勢なイラク軍相手に奮戦した。包囲間、アーバーダーンへの補給、補充は夜間にボートを使用して数ヶ月間継続された。頑強に抵抗する守備隊に対し数値にわたる攻撃が加えられたが、占領することはできず、1981年9月に海外恋することとなったが、市街地や付近の制油所の多くは破壊された。 アーバーダーン島を攻撃するイラクの最初の作戦は、戦車500両2万人からなる2個気候師団を、カールーン側とバマンシャール側の白昼強行とかを持って攻略を開始した。やがて3方向から町を包囲するに至ったが、川を越えて補給せざるを得ないため、省力不足であり、攻撃は頓挫した。イラン軍の抵抗は当初混乱していたが、9月28日には、 イラン軍の対戦車ヘリが抗軍中のイラク軍機構部隊を攻撃し、イラク軍に大きな損害を与えた。さらに、守備隊はアーバーダーン市外に突入したイラク軍機構部隊に対して対戦車兵器を使用し、イラク軍は3週間で数百両の戦車や装甲車を失った。このような状況にあり、イラク軍によるアーバーダーン攻撃は一旦中止され、イラク軍は 増援を待つことになった。規模縮小型機構師団を北東方向から迂回させ、一挙に攻略する機とであったが、これも途中で有力なイラン軍と接触、迂回攻撃も頓挫する結果となった。包囲していたイラク軍は、デズフールの戦いでニコ大隊を失い、兵たちの士気は低下する傾向にあった。イラン軍周期構成において、ついに包囲網は突破された。 イラク軍は一部を残し撤退した。イラク軍はこの戦闘で機候部隊に多くの損害を出したが、結局のところはアーバーダーンを攻略できなかった。松井によると、これによってイラク軍のフーゼスターン修正圧は大幅に遅れ、イランの逆転をもたらすことになったという。ありがとうございます。